さあ出ました、じゃん、マイナス2462枚ということで、ぼっちぼっち惜しかったんですね。いやー残念ながらこれで何でしたっけ、何以下だダメなんでしたっけ。僕もうスケジュール入ってるしな、でも先月ぐらいから入ってたしな。おはようございます。半年に1回のダイエットの時間がやってまいりました。今回は黒山でしたっけ、はい、真田幸村ミュージアムに行きたいなと思いまして、朝から5時半に起きてやってまいりました。高野山どうやら7時間かかるということなんで、今現在が午前7時前ぐらいで、まあ順当に行けば2時3時14時15時ぐらいには終わるんじゃないかなというようなぐらいなんですけど、ちょっとまあその今までこういうね、前回やりがたけで前回がこう自転車でってなった時に、予定時刻通りに追われたことなんて一度たりともないと、むしろ倍とかかかってるんで、ちょっと今回はまあ早めに帰りたいなと思いますんで、ちょっとまあ寒さとかもありますし、その山の傾斜とかどれぐらいか分かんないですけど、まあ、かなりきついみたいなんで、ちょっとまあ準備は万端に、はい、やってまいりましたんで、なんとか登りきりたいなと思います。俺見たことある、これ。ほんまに？マジ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 。いつやろう。ちっちゃい時に来た気がする。まあ、電車やけど、その時は。余裕の。ああ、でも見たことある。なんか俺、ストアップみたいなの買ったもん、この辺で。どっかわからんけど。あ、なんかその辺に、なんかドライブインかなんかある。あ、絶対買った。おばあちゃんに買ってもらったもん。じゃあ、ちっちゃい頃来たんだわ。じゃあ、思い出しつつ。何をって感じですけど何を思い出す振り返りつつというかやってんのかな。これもうな、始まってもたで、これがもうちょっときついっすよ。寝れました。まあ、すっと寝れましたよ。僕ちょっとジローさんのいびきうるさくて、ちょっと1時間ぐらいしか寝れない。やめましょう、そういうケンケンすんのは。ケンケンすんのはやめませんか。これ寒さとの絶妙の戦いっすよね。歩いてたらあったかなるかもしれんけれども、寒いんで、とりあえず結構それがやっぱネックなってくるんじゃないかなと。ゾッとする、道との戦いでもあった。道調べ中。セーフ。とりあえずまず一発目に自尊院っていう神社みたいになるんですかね。これこの道何なんですか。なんかパワースポット巡りみたいな感じなんですかね。なんかお寺とか。なんかそういう、さっき僕がちっちゃい頃に行ったことある身代わり地蔵みたいなんとか、なんかこう点々と回っていくルートなんで、これでね、ちょっと調子の悪かったストレートの実践も大幅に3枚プラスに持っていけるんじゃないかなと。あ、眠いっすよ、はい。頭回ってないんで、オカルトみたいなことも言いますよ。まあ、とりあえずまずは自尊院を目指して歩いていきます。真田幸村の六門線の意味知ってます？いや、知らないです。家紋が6個のこうお金というか
六文銭なんですよ。でその六文銭の意味は死んでなんか橋みたいなの渡ってあの世へ行くときに通行料が六文かかるらしいんですよ。だからその六文を常に握りしめて戦場へ行くっていう、だいつでも死んでやるぞぐらいのね気概があったっていう、ちょっと多めに持っとけやと思いますけどね僕。楽しそうな公園。僕二十歳までこう公園で遊んでましたからね。夜とか鬼ごっこしてましたわ。絶賛ニートでしたけどね僕は。でその1年後ぐらいに黒バラって感じ。そうですね。だからもう初期の黒バラぐらいの時の僕は鬼ごっこのしてたやつぐらいですね。もうでも21の年で入ったんですけど、はい、20歳で入って今年も僕26なんですよ、うん、えぐいっすよね。まさか2度目の登山行ってるとはって。何より登山するとはじゃない。いやそうっすね、はい、確かに登山するとは仕事でデブデブ言われて。おう、道が高野山ぽいっすよね。あれを登っていくみたいな感じだと思うんですけどね。まあやり方けど戦った身としてはぬるいなって正直思う部分ありますよね。はい、やり方け山頂とか見えなかったんで、電波塔みたいに立ってますやん。これは今日一日ちょろいちょろい山登りになりそうですね。さあ自尊院橋に、これは先に自尊院があってことですもんね。意外とでもこれは自尊院、あ、ほんまさ、これが自尊院か。これがでも裏ちゃいます。いや表かな。すげえなんかピカピカのジーンジーンみたいなの立ってました。なんか高野山とかその真田の屋敷のところは女性の人が立ち入り禁止だったらしくて、でここなんか女の人ジーンみたいな女人なんとかって書いてたんで、だからそういうのあるんすかね。一緒には住まれへんかったけど近くに住んでたみたいな、それが自尊院でしたみたいな感じですか。何これ合ってる？あ、入ってる。気づけば山道。きつー。いきなり来たやん。あ、でも良かったかもしれないです。あの平坦な道を歩いて、ちょっとこうウォーミングアップというか、まあ朝なんで、また全然体が動かん状態をこうちょっと温めてから。山道登れるということなんで、休憩しませんか。おにぎり朝ごはんにしませんか。一人脱落。やっぱ40過ぎてたらきついか。これは神社タウカン娼婦入館。入館、へえ。ニューって読むんや、あれ。はい、世界遺産なんや。へえ。まだ住民一人も見てないレベルで人見てないですね。うわ、きつー。これあと5時間6時間続くんでしょ。きつー。さあ、まもなく山頂でございます。いやー、約6時間半歩きましたよ。これはしんどい。もう二度としたくないなっていう思いがふつふつと込み上げてくるっていう。いや、もう無理や。でもあとちょっと
ギブアップ用のなんかテイクやめてもらっていいですか。電車どこっすか。駅行きましょう、駅山頂まで行きましょう。 No。 いや、これえぐいぞ。舐めてた。しんどっ。ギブアップ。これきついっすね。ギブアップを宣言します。傾斜えぐいわ。ギブ、ギブです。傾斜えぐい。うわ、すげえ、すげえ、結構登ってる。もう山頂ということで。いやー、7時間ぐらいですか。とりあえず第2チェックポイントである展望台到達。だいたいこれが高野山のその道の全体図なんですけど、こっからここ絶望。え、嘘やん、こんだけでぜいぜい言うてんの。1時間ぐらいかけて登れる、これ。こんだけ、ほんまに。まだ高野山じゃないっすからね、これ。ちなみに、はや、もう痩せよ、もう嫌や、もう絶対痩せよ、ほんまに痩せよ、もう嫌や、何も考えんとこ、無味無臭でいきます。自尊院まで 2.1 キロ、途中にある目的地大門まで17キロ。負けないでもう少し、頑張る気がします。近づいてる、一歩一歩踏みしめていくしかないんですよ。先は見えなくても僕らちょっとずつゴールに近づいてるわけですから。だからこの一歩噛み締めて、先は見えなくても気持ちだけでも前に行きたいと思います。最後に愛は勝つ、勝つや。じゃあ僕歌いましょうか。いいっすか。心配ないからね、やなっていうのはみんなしんどいんすよ。信じることさ、これは山対人じゃないんですよ。人が自分に勝つために登るっていうのは山道なんですよ。だから頑張り続けて前を向くしかないんですよ。自分を信じてこそ。もういいですか。すみません。このペースやったらいける。さっきはえぐかったもんな。ちょっとでもなんかこういい感じでいけてる気しますね、ペースとかも。そうっすね。で、一旦ガーッと登ってこう高さ登って、今緩やかに登ってるんで、だいぶこう体力的にも楽というか。でもただのフォルトホース。誘った行った、負傷。守ってるちゃんと。二つ取り、819年に建設。これなんか石上に乗せたら願い叶うみたいなやつですよね、多分。
健康で穏やかな生活を2018年も送れますように。もうすぐそこ多分転がり落ちたら 100m 下ぐらいまで行っちゃうんで気をつけながら歩きます。すげえ、横がもう一面ゴルフ場っすね。なんか開けたところに出たなと思ったら、来た、やっと1キロか、さっきのところから。これか。あ、じゃあ半分とまでは言わずともそこそこ来たんじゃないですか。多分まあここはめっちゃきついから、上りとかもきつそうやからあれっすけど、でもまあまあこの道でえぐいぐらいしんどかったこと考えると、こんだけ来てたらすげえなんかやった感はありますね。そうですね。あ、いただきます。無理たる？大丈夫？温まってください。ちょっと小休憩、まあ3分の1超えたぐらいですね。2つ山を登るんですけど、1つ目の山を登って降り切ってはないけどぐらいのところで小休憩ということで、コーヒーが、湯気とか見えるかな、見えへんかな、ちょっと山の中のこのコーヒーいただきます。うま、スターバックスに勝てましたね。ほんま？はい、よかったわ。勝てましたねこれ。ゴー。さてさて行きますか。いやコーヒーうまかったな。で今来た3分の1ぐらいの距離をもう一回3分の1歩いて、で次のなんとか山のちょっと手前ぐらい、やっぱ標高が高くなる時がきついんで、それの1個前ぐらいでまた休憩取ろうかなと。めっちゃ寒ないですか？っていうか今僕結構自分ではアウトドアやと思ってたんですよ。なんかその外で遊ぶのも好きやし、なんか移動が多いと家帰ってる時は洗濯とかせなダメじゃないですか。だから家でやる趣味が増えて、ゲームしかり、なんか取りなめてるやつ見たりとか、洗濯したり部屋の掃除したりで、なんか部屋の掃除したら家が好きになるじゃないですか。わかります？わかりますよ。だからすごいなんか引きこもりになっちゃいましたね。お、あ、なんかいる。イタチみたいな。リスか。絶対取れてないけどリスがいました。今絶対撮れてない、今のカメラワーク具合を見てると僕まあ、人には多分あんまりない特技1個持ってて、僕犬喋れるんですよ。犬と猫は無理なんですけど犬喋れるんで。もうこれ、いやほんまよう乗ってこれましたねねえ、これ通れんの？いくら宝くじ当たったら仕事辞めます？で不倫してまあでも違う仕事してみたいなとは思いますけど、死んだ日に生まれ変われる説もあるでしょ。だって僕アボカドとか初めて食えたやつすげえなと思いますもん。めっちゃ下るやん。逆にこれまた登んの？きつー、いきなりきつー。邪魔すんで。あ、すいません。はい、すいません。はいはい、どうしよう。はい、ありがとうございます。邪魔しますよ。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。すいません。え？同じ人じゃなかった？似てましたね、確かに。ね、兄弟かもしれないですね。いや、同じやって。え？同じでしたよ。通り過ぎたはずなのに、前から同じ人歩いてきましたって。もしかしたらじゃあ変な道に来てるかもしれないですね。花坂爺さん切ないっすか。
ただ雪が降ってきたからな。雪強くなってきましたね。いやーこれはだって地面がもう白いっすもん。うわー雪が溶けてんのかなこれ。え、なんか道出たやん。え、なにこれ。えらい下ってんなと思った。え、こっちじゃない。あ、あれあれ始まってどれぐらい今、5時間半ぐらいですか歩き続けて。久しぶりにここまでお腹減ったんで、ちょっと多分2万キロカロリーぐらい消費したんで、5000ぐらいは回収しようかなと思います。ということで、あったかい食べるものがこっちの方に数分歩きあるらしいんで、うわっいいねいいね。あったかい食べるもんありそう。あ、いい。うどんそば。僕そばアレルギーなんですけど、今やったらいける気がします。ということで、あのエベレスト山脈ももうすぐ山頂ということで、まあ大吹雪ですよ。はい、ここからまあ大体2、3時間ぐらいかかるということなんで、ただ山頂で雪がだいぶやばいらしくて、それがちょっと心配ではありますけれども、寒っ。まあでもここまで来て行くしかないんで行ってきます。横からちょっときついっす。無駄に走らされた。こっち足の付け根のとこが痛い。そして喋るとしんどい。でも喋る仕事。すごいこれ。手坂天使。高野山の正常結界となる蔵のような形をしていることから、蔵掛石、またこの石の下をくぐれば長生きするとも言い伝えられていることから、くぐり石とも呼ばれている。どれどれくぐったらいいの。狭っ。痩せてから俺くぐられへんやん。メシメシ音がしてきだしね。はい、踏んだ感触が違う。そうですね、滑りますよこれ。みんな石の上気付けて。はい、あとの5時半に起きて6時に出発して、7時に山登り始めて、8、9、10、11、12、1、2と、もうすぐ2時です。7時間目を迎えようとしております。いやー、なんかこう、あっという間であり、死ぬほど長い時間であり、すげえ大変でしたけど、まあ本当にもうすぐ、残り1時間、ちょっとぐらい、1時間半ぐらいでって考えると、なんとか来るんちゃうかなって。ここに来て全く足動かんくなりました。ここに来てやべえ。あ、でも綺麗。こうやって見たら幻想的。雪でウェイ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 スーパーさあ、でも欲しい。休憩所出てきたんで休みませんか。はい、やべえ。
ある。さあラストスパート、とりあえずダイモン目がけて、いやあんだけダイモンダイモンって看板見てたんやから、やっとダイモンに出会えるって感じですね。謎かけ対決しましょうよ。登山とかけまして、登山とかけまして、将棋の序盤と解く、将棋の序盤と解きます。その心は、どちらも歩を止めてはいけないでしょう。ダイモン遠いな。バイク乗っていけたら。あれかかんないっすよ。左で乗ってて。はい。ジローさん、この橋見ませんでした？見た。5回目や、これ。やばい、俺ら。上の山入ってもうたもんね。5回目はこの橋回ってくる。6回目だよ。同じとこ回ってます。もしかして回ってる。これは完全にやられてますね。ほらおかしいやん。ずーっと同じとこや。ずーっとこの道。2時間で着きます言われてる。もう2時間で歩いてるわ。そこそこ AK したのに。やばくないこれ。この道合ってる。いやこれほんまに同じとこやん。やべえ、余裕で2時間以上歩いてるけどゴールどこやねん。朝から何時間歩いてると思ってんねん。食べれるかな。もう腹も減ったし。天下一品食べたい。唐揚げ弁当食べたい。セブンイレブンの。お風呂入りたい。暖房のついた部屋で寝たい。実家帰りたい。もう黒笑いめようかな。もうやっていかれへんわ俺。こんなしんどかったら。設定値分はそこよっぽど楽。やべえ。あ、とても見えた。それも、そこに車が乗ってきた。あれが体温か。あんさ、でかっ。落ちる。うわ、危ない。見てね。やばい、上がれへん。この辺雪めっちゃ深いっすわ。10cm ぐらい。もっとかな。もっとあれか。15cm あるのかな。あんまないか。見えたー。ついに見えた。残り1キロ。残り1キロ。ここまで来た。下にあった5分ぐらい。やったー。
泣くとこの険しい険しい険しい道を、無理や、疲れた。だよ大門、朝はあんだけもうなんかもう宿泊して何が大門やねんとか思ってましたけど、大門って文字見たら嬉しいな。今の気温がマイナス 0.5 度、なんか寒いわ。 Yes! まだ階段登ろす。この辺めっちゃ綺麗、この新設。やられた。綺麗な色ね、神社の色って。なんかしかもこの雪積もってる感じとかめっちゃロマンチック。あの橋見て、めっちゃロマンチックやん。すごいな。あー、この天気どう向くいいの。これは見たぞ地図で、もうすぐや。あれか、ついに見えました、目的地が。やっと見えた。あれか、到着。いや長かった。足パンパンやし、寒いし暑いしっていう、ようわからんこのハイブリッドな感じで。いやなんかもうぐでんぐでんなんですけど、とりあえずなんかこう有名なあれらしいんで、ちょっとこうまあちょっと勉強不足ですけど、お参りというかあれに行ってきます。全財産今現在。なんかいいっすよね、そういう4は縁起悪いとかそういうっちゃいますよね。無事に生きてこれたことに感謝。帰ろうか、帰ろっか。はい、というわけでゴールへと到着しました。まあ朝5時半ぐらいから起きて、で登り始めたのは7時前ぐらいですかね。約8時間ちょっとぐらいの、まあ登山というかこう最後道歩いてっていう風になりまして、なんとかゴールできました。途中あの1台でもタクシー取ったら使ったろうと思ったんですけど、1台も通らんかったし、呼べそうもなかったんで、もう最後ほんまこう最後の最後雪がエグすぎて、なんかだから動画の始まりと終わりの景色が全然違うっていう、別撮りかなと思うような動画になってしまいましたけど、もう同じ日なんで、雪に降っている地域にこう登っていったみたいな感じなんで、そういった感じで、はい、これにてスロエット3シーズン目の罰ゲームは終了と。
なります。なんか登頂式って登ったみたいなんじゃないからすごいなんかうわっとなりにくいですけどまあでもあのねなんかこうすごい素晴らしいもん見れましたし、なかなか雪景色の中を見るってことはないっすからね。はい、とても満足のいく一日となりました。というわけで一刻も早く帰りたいんで、そろそろこれにてお開きとさせていただきます。はい、また次回以降のスレッドもお楽しみ。ありがとうございました。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。